皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。皆さんコロソって知っていますか？コロソはオンラインで主にイラストが学べるサービスなんですが、このサービスめちゃくちゃ話題になっていて、何がすごいって講師の先生方がマジですごいんですよ。例えばこちら、現在 Twitter でフォロワー数が100万人を超えるモダレ先生とかが講師をやってくれているんです。ここまでトップクラスの現役クリエイターさんたちが講師をしてくれているサービスってなかなかないんで、本当にすごいサービスなんです。で、今回なんとコロソさんのご提供で僕もね、講義を受けさせてもらいました。今回受けさせてもらった講義はこちら、ジャン&オックカジュアルキャラクターデザイン演出の総合クラスです。チャン先生もオックー先生もあの絵がめちゃくちゃすごいソサゲアズールレーンなどで活躍する現役バリバリのトップクリエイターさんなんです。いや、もうこのイラストね、見ればわかると思いますが、もうめちゃくちゃ絵が上手い方々です。このお二方がキャラクターイラストの基礎から実践演習までをすごく丁寧にしっかりとね、解説してくれてるクラスを受講させていただきました。このクラスを受講すれば、人体の描き方や服のシワの描き方、光の演出などキャラクターイラストを描くのに必要なスキルが全て学べる内容になっていて、キャラクターイラストを描けるようになりたい人にはすごくね、ためになる講義なんです。まあ、百聞はね、一見にしかずですので、キャラクターの描き方を中心に僕がね、これは良かったって思った講義の内容を実際の講義の様子を見せつつ紹介していきたいと思います。このコースでは人体の描き方を本当にね、基礎の基礎から説明してくれていました。体をどういった比率で描いていくのか、人体にはどういうパーツがあるのかっていう話から、それをね、実際にどう描いていくのかっていうところまで、本当に初心者さんから分かるように丁寧に説明してくれています。講義なんですが、海外のクリエイターさんの講義にはしっかりとね、字幕がついています。画面に書いている文字にもしっかり翻訳がつけてあるので、問題なく内容を学べるようになっています。こんな感じで体の描き方を一つずつしっかりね、丁寧に説明してくれました。でもただね、体の作りや比率を説明するだけじゃなくて、それをね、ベースにどうやってデフォルメしていくのかっていうのを講義の中で言っていて、これがね、めちゃくちゃ大切なことを言ってるなって思ったんです。説明した比率にとらわれずに、状況に応じてデフォルメして描いていくことで絵を魅力的にすることを解説してくれていて、それがね、すごく勉強になる内容だったんです。人体の描き方の比率みたいなものって、それはね、あくまでベースとして活用して、より魅力的なイラストを描くためには比率を変換していく必要があるってことなんです。例えばこちら、バストアップのイラストと全身のイラストだったら、バストアップの方がなんとね、顔を小さく描くそうです。この理由なんですが、バストアップのイラストだと元々ね、顔が大きく出てるので、その状態で元の顔のサイズだと顔が大きく感じちゃって、若干ね、違和感があるからだそうです。こういったキャラクターイラストはそもそもの顔がリアルより大きいので、顔が大きく見える構図だとそのまま描くと顔が目立ちすぎちゃうから、気持ちね、小さく描くことでその悪目立ちをね、抑えるようにしているそうです。逆に全身イラストの場合は、キャラクターイラストの一番大切な顔が目立たないので、あえて少し顔を大きくすることで絵の魅力を引き上げているそうです。他にもね、服装によって腕が短く感じたり、腰がね、太く感じたりなど、そういったね、違和感が出ることがあるので、そういう時に比率を臨機応変に変えていくことの重要性を教えてくれています。こういう部分って多分ね、トップクリエイターじゃないとあんまりね、やってないことだと思うんです。しかもやってるイラストレーターさんの多くは感覚でやってる人が多いことだと思うので、それをこうやってしっかり説明してくれている講座ってめちゃくちゃありがたいんですよ。もうこれはね、一流のイラストレーターさんだからこそできる講義だなって思いました。
次に印象に残ったのが紙の書き方です。こちらもね、基本的な当たりの書き方からしっかりとね説明してくれています。で、当たりの書き方までは、まあ、いろんな場所でね学べると思うんですが、当たりを書いた後にどう紙を書いていくのかっていうことをね詳しく説明してくれているんですよ。で、こういった説明の内容が一線で活躍しているイラストレーターさんの説明なんで、この講義を参考にするともうめちゃくちゃ今流行りの紙が書けるんですよ。もうそこがね本当にいいところだなって思いました。また風になびく紙の説明もしてくれていたんですが、細かい毛は折れている部分に追加するといいよっていうことをね説明してくれていて、これがねすごくわかりやすい説明だなって思ったんです。細かい毛を追加しましょうって言われても、実際にどこに追加したらプロみたいになるのかってなかなかねわからないじゃないですか。それを理論的に教えてくれるのってすごくねありがたいなって思いました。それで実際に細かい毛を書き加える様子も見せてくれていて、どうやったらいいのかっていうところまでしっかりわかる講義になっているのがすごくね好印象でした。はい、次にね紹介するのが色塗りに関する講義の中の内容なんですが、講義の中で明暗をつけるときに情報量をしっかり考えましょうっていう話をしていて、これがねものすごく勉強になるなって思ったんです。色塗りで絵の情報量を調整していくんだそうです。実際にキャラクターに色を塗っていく様子を見せてくれていたんですが、こんな感じで水着でとってもシンプルな見た目のキャラクターの場合、より魅力的なイラストにするためには情報量を上げる必要があるって言っていて、そこで色塗りによって情報量を上げていく方法を紹介してくれていました。で、実際にどうやっていくかっていうと、影の部分を増やしていくそうです。ポイントとしては光を当てる向きを真正面にしてしまうと影が少なくなってしまうので、横や上から光を当てることで影を増やしていきます。また影もね細かくつけていくことで密度を上げるっていうこともやっていました。このように密度が上がってすごくね魅力が増したのがわかると思います。逆に複雑なキャラクターの場合、情報量がすでにね多いので、明暗をシンプルにすることで情報量を調整します。やり方は影を多くするか光を多くするかで調整する感じです。こうやって絵の情報量を調整することでシンプルな絵が安っぽくなくなったり、複雑な絵は見やすく印象的なイラストにすることができるそうなんです。この情報量を調整するっていう考えがねすごいなって思って、こういうところから絵の魅力が上がり、よりね見た人に印象を与えられる素敵なイラストが描けるようになるんだなって思いました。また影ってどこにつけたらいいかわからないっていう初心者さんとかも多いと思うんですが、こういうね指針があることで、どういう時にどんな影のイラストを描いたら魅力的になるのかっていうことがわかるようになるのもすごくねいいなって思いました。はい、ということで講義の内容を紹介してきたんですが、この講義はねまだまだいっぱいあって、いろんなポーズの描き方や顔や目の描き方、いろんな髪の描き方やキャラクターイラストのおすすめ練習法まで、他にもキャラクターのデザインや色の塗り方の様々な知識、背景の描き方など、こんなにボリュームがあっていいのっていう量の講義が受けられちゃいます。だいたい30分から2時間ぐらいの講義が全部でね43本もありました。講義の中では解説しながら実際に絵を描いている実践演習もあるんですが、すべてね等倍速でじっくり見れるので、細かいところがしっかり確認できるのがすごく良かったです。講義で描いたイラストの PSD データなどもダウンロードできるのもありがたいですね。そしてコロソの動画はなんと一度購入したら無期限で視聴できます。時間がなかなか取りづらい学生さんや社会人の方でもね、ゆっくりじっくり学べるのがいいですね。このレベルで活躍している
現役トップクリエイターさんの授業がこんなにもね気軽に簡単に受けられるのって本当にねすごいことだと思います。今回紹介したコース以外にもたくさんのねコースがコロソには用意されているので、ぜひねチェックしてみてください。なんとですね、この動画を見た方限定のクーポンがねありますので、概要欄をチェックして受講していただくとお得ですよ。それではコロソで学ぶキャラクターイラストの描き方でした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではー。